はい、5番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌151へ、今夜も佐渡島からお送りしております。ただいま夜中の1時回ったところですが、昨日に引き続き商品説明の紙書いております。これなんて言えばいいんでしょう、カードを書いております。こっち、はい、こんな感じで20年前に、ある人からいただいてぬるかんで飲んでみーと一本もろた酒、それでよってこう日本酒のうまさを知ったという、この福井の米しずく、ヤマハイの米しずくの説明書きみたいなのも書いておりまして、その隣は、さらになんて言うんだろう、昔の作り木本の米しずく福井の酒書いてみております。こんな感じで、次々と、書いておるところですが、まあ店の中もちょっと雰囲気も変わってくるんではないでしょうかなんて思いながらやっております。まあまだまだ佐渡の酒もこうずらっと書かにはなりませんが、これからぼちぼちとというよりも一気に書いていこうかなと思っておりますんで、まあ来た方、店に来られた方はぜひ眺めてみてください。以上、佐渡伊藤酒店の晩酌151へでした。